牛久潤太郎です。惜しいですけどね、すごく、気持ちが持つかどうか。勝てばね、次ってなるんですけどね、やめるんなら今かなとか思ったり、はい、結果は結果で受け止めなきゃいけないし、やるならやる取り組み変えなきゃいけないと思ってるので、ちょっと即断はできないかな、はい、肉体のダメージもそうですし、精神的なものもだいぶ溜まってるような気がするので、すぐ次っていう風にならないですね、まあちょっと休んでたな。それでは今回試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。はい、今後はちょっとゆっくり休む時間が増えるかと思ってます。まあ自分一人でいろいろ決められないところもあるんで、休みながら近い人たちと相談して決めていきたいなと。すぐ次っていう状況ではないですね。青いグッズをいっぱい身につけた斉藤選手のファンの方もいっぱいいらっしゃって、試合中も拍手とか声援がいっぱい飛んでたかと思うんですけれども、まあ、そういうファンの方に向けてちょっと一言、試合直後でいろいろと心配されている方もいると思うんですが、メッセージいただけますでしょうか。本当に試合前からもうそうですし、会場来ていただいた皆さん、入場の時からも試合中もすごくこう熱心にというか応援していただいて、なんとかね勝って応えたかったんですけど、ここまでたくさん応援してもらったことを一生忘れずに、すごく感謝の気持ちでいっぱいですね。はい、とても感謝してます。ありがとうございます。